アテネフランス学院、本館正面アテネフランス学院、別名、アテネ考古学フランス学院は、ギリシャのアテネに所在する古代ギリシアの言語、歴史、考古学研究の推進を目的とした、フランスの大学機関。1846年に、7月王政下の、フランスにおける親やギリシア主義と東方への関心から、創設された学院である。19世紀末には、 デロス島やデルポイなどの大規模な考古学的発掘事業を担った。今日でもアテネフランス学院はサービスアーキアロジェケイグレックと並ぶ考古学研究と遺跡保全の担い手としてギリシャのデロス島、デルポイ、タソス島、マリア、アルゴス、ピリポイ、リキリタ州やキプロスのアマトゥスなどで活動している。この分野における最も権威ある研究機関として アテネフランス学院は古代ギリシアの遺物の再生と保全に貢献している。創設時から今日まで学院の研究員は単年度契約で3回まで更新ができるという条件で厳選の上で採用され歴史のもたらす面倒な事態やマスツーリズムの発達に対処する務めについている。アテネフランス学院は1985年9月26日付の 高齢代85から1068によって科学、文化、職業に関わる公共団体としての地位を公認されている。2011年9月以来学院長を務めているのはアレクサンドル・ファルノーである。1846年のアテネ・フランス学院の創設を記念した石碑。ブロンズはオスカル・ロティの作品。主な在籍経験者と着任年は次の通りである。 リステコンレットパールプロモーションシュールルサイトでエルエファ。ありがとうございます。